骨抜き対中避難決議は大炎上、当該国ってどこだと国会でやじ。5日に参議院において、ウイグル等における深刻な人権状況に対する決議案が賛成多数で採択されました。しかし、公明党の妨害によって、中国の2文字すら含まれない決議となってしまい、当該国ってどこだ、はっきり言え、などとのやじが飛んでしまいました。 このヤジについて、小野田紀美防衛政務官がツイッターにて、ごもっともなヤジだと決議を批判されておられますが、こちら公明党は、謎らの国家の中国と仲がいい創価学会の政党であり、このような決議で中国を非難してしまうと、創価学会のメンツが丸つぶれになる恐れがあるため、妨害している恐れがございますが、 本日、中国の人権侵害を究明し行動する超党派議員連盟が設立されておりますけども、このチャンネルでも何度か視聴させていただいておりますが、まあ、こういった決議において、もう全会一致にこだわる必要はないのではないでしょうか。有志の議員で賛成多数となれば十分だと思われます。最後に、 公明党の皆様には、人権という文言が何度も出てくる自党の公明党の綱領を今一度確認していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。